皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。今日はですね、ジャパリパークの獣フレンズですね、番外編 12.1 一緒に見ていこうじゃないですか。2点半だけなので、その後は早速煙草に入っていこうと思うので、まあ、大体3分後に始まると思うので、それにスキップしたい方はスキップしてください。なるほどね。いや、よくわかんない。タイヤね。ああ。なるほどね。ああ、なるほどね。食べてないんだから、洗いくんだよ。あ、そう。どんとこい。ああ、確かに、それいっぱいあるはずなんだよね。パクったんや。バス的なもの、かわいい。結局みんな九州行っちゃうけどね。なに？わっせい、わっせい、わっせい。それはバス的なものではないな。まあ敵は合ってるけど、ちょっと違うな。ね。かわいい。楽じゃないな。ほうほうほう。今日もカバンにごちそうになりますか、博士。そうですね。ちょっと料理を引っ掛けて帰りますか、助手。どんだけ料理が大好きなんや。チャパリパーク、フッパンパッタンド、はいはい、さき、お騒ぎ。終わった。では、煙草に入っていこうじゃないですか。なんか虫呼んで。リナコ。これは。なんだろう、これは。ネイリン？結構パンチ力高いな。なるほど、この二人ともピンクの髪を持っているってことは、本当の兄弟？姉妹？あとすごいカラーコーディネーションした赤と黒ですね。赤黒白、二人とも。水は貴重？へえ。なるほどね。どこかの島にみんながいる。で、めっちゃ水が貴重。あるかな。
これはどういう世界なんだろうな。はいな。回収するにはまず根っこの形を変えてもらわないとね。赤虫がやばい。なんかまた廃墟パーク？獣フレンズではないでしょうけど。お、いた！後ろ！緑のものがあんで気をつけろ。え？サーバルちゃん？引っかかったにゃ。なんだなんだこいつな。赤い虫、これはなるほどね、機械なんだ虫って。パンチ力やーべ。こお、カマキリみたいなもんやんな。おお、サーバレちゃん、よう頑張るわ。壊した。ん？甘いの？どんだけやばい状況なんだ、水がないってこと。まあ確かに水がないとみんな死ぬやもんな。なんかいいんで？なんかいいんで？やべえのが。緑に光るんだな。なんか赤い葉っぱ的なものが上がっとる。え、大丈夫？どうしたん？サーバルちゃん。また出たにゃ。妹やられたくない？さっきのシーンの。これは死亡？え？妹が死んだ？もう。どういうストーリーやわこれ。何を食ってんだ。でも消えるってことは人間じゃなかったんだよね。あの猫耳がこの子だよね。違う？たくさんいるの？これがお姉さん。これが猫耳か。
たくさんいるのかな、人。え？え？はい？増やす？何これ？リナコちゃんってポケモンなんだ。緑ちゃんは髪の毛がもう緑なのかな。あ、なんか来てる、来るぞ。なんかこのお姉さんは疲れ取れてへんな。ちょっと寝なあかんよ。あ、みんなリナやけど、あの語尾が違うんやな。こうとかやとか。不思議なこと多いな、このアニメ。まず何この島、なんで機械の虫がいる。リナとは何、この緑は何、リナとは何。バス、ん、機械とかも入ってる。食べた。こいつらも機械なんやんな、もしかしたら。だから機械を食べる。いっぱい美味しいものが食べれたとかリナコ言ったよな。いっぱいこういうガラクタ食えたってことかな。リョク、リョクちゃんのリョクかな。何する？怖っ、後ろの出方。ちょっとニャーニャー言いすぎやけど。これ初めて日本語を勉強してるときにアニメとかを見てさ、みんな語尾になんかニャーンとかだってばよーとかなんか変な言い方あるやんか、アニメって。もう普通に日本語はそうやと思ったんだよ。好きな語尾をつければいいと思ったなのに、実は嘘だった。騙されたよ、アニメに。これを食ってんや。みどりちゃんがあの体をまとうやつなんだ。え？水やで？なんかすげえもの入ったぞ。虫入ったんちゃう？敵の。飲んでんの？水。あ、人や。どうやって人を拾った？お？久しぶりに男見た気がする。獣フレンズ見すぎて。ん？ハロー。おお、危ない。
わあ、殺されるよ、少年。おう、いた。私誰？光ってんの？あ、光ってるね。食った。気持ちわかるぞ。一体こやつどっから来たんや。緑ちゃん自らできて、それを使って超能力を使える。それを触ったら何？お、落ちた。怖っ。でも俺もこんな不思議なところに。うわ、めっちゃ血出てるね。赤虫じゃなくてそれ血だったはずだけど、血は出なかったな。何ダメ、それ触っちゃ。虫じゃねえで、多分人間じゃないん。ハロー。あ、チエだったんだな。めっちゃこのちっちゃい傷からチエ出たな。ヌシ？あの色が赤？不思議なアニメやな、これ。面白い。でもこの男の人普通になんか、いや、さっきまで大阪でしたとか、さっきまで東京でしたとか言ってそうな。千島。若葉。リナッチ。リナーチ。なるほどね。あれ、緑ちゃんなんやな。あのサーバルちゃんみたいな猫耳してるやつ。撃つ？怖っ！撃たないで！あ、入れるんだね。でももしかしたら彼の超能力も出るんだね。まあ、自分は無視だと思ってないからね。すげえ、心広い。このお兄ちゃん。超ジャパニーズ。ジャパニーズっていうか、すごくいい意味でね。めちゃめちゃ礼儀正しいっていうか。素敵ですね。煙草。ちょっと待って。虫って煙嫌いなんだよね。そういうつながり？こういうなんか、丸のやつあるやんか。虫を避ける煙というか、煙で殺せるよね。
What? 何今の攻撃？やばいぞ。彼以外のもの全部飛んだよ。虫じゃないってことよ。光っとるし。ピッカピカやで。治ってる。とです。お、来たぞ。アクムシ。地図か。どうする？なんかお坊さんみたい。なんかさやるやんか、こうやってで後ろからパチャってやられちゃう。おいお前寝たやろみたいな。みんなやらなかったですか？なんか瞑想の。ん？おいバラバラにしないでよ。怖えよ。めっちゃ赤やんか。さすが赤い虫や。てか飛んだ。笑ける。これやばいな。海から来るにゃ。気をつけろ、リンちゃん。虫じゃねえってば。いや虫だったら溶けへんやろ。ひどいやん。虫じゃないって証拠どれぐらい必要なん？あ、来たぞ。わあ、変な形すんな。こういう虫みたい。ウェーブ下手すぎてごめんね。お、頑張れ。かっけえぞ。え、リナヨちゃんやられたん？あいつは赤い霧の中は動けるってこと？それとも彼が赤い霧を作ってる？どっちやろ？こいつは察知できるよね、赤い虫。リンさんじゃなくて姉さんって言ったよね。信用せよ。優しいピープルだから信じてあげや。こいつは行くんだね。やべえな、根性座っとる。焼けるやろ。大丈夫じゃねえだろ。助けた。うわ、後ろ。
ナイスパンチ、ポンポンポンパーン、パーン口からのカメハメハえっ、ー、と若葉だっけ、いいやつだから。リンさんがすごく心配そうな顔をされてたんで、つい、すごく大事な妹さんなんですね。大事やで。しとやったや。よかった。でもこのアニメ結構やばいことは起こりそうね。うん。リクちゃん。あ、この子ね。はいはい。どうするかにゃ？ちょっとどういう趣味してんだお前ら。好きになっちゃったの？ハーレム？早速1話からのハーレムですか？若葉、ようできてんの。おっ！いやー面白かった。これは面白いね。なんだろうな。なんか、不思議くんじゃないですか、ミステリーっていうところは。まだ全然ストーリーはつかめてないんだけど、なんだろうな、アクションなんだけど、すごく、なんて、そのなんかミステリアスなところが好きやし、あと結構新鮮な感じはすると思う。やっぱりこういうクエスチョンだらけのアニメは好き。約束のネバーランドとか、獣のフレンズとか、これ何？あれ何？あれ何？みたいな。死ぬほど頭の中で、考察して、まあ、ほとんどは、大概に間違えるかもしれないんだけど、そうやってやるのが、これ結構好きなんで、これは続きたいですね。皆さんは、面白かったら一緒に見ていこうじゃないですか。では、次までよろしくお願いします。おきに！